ミカ勝てました、2021年キングフィッシャートラウトトーナメント第3戦2回戦放流入ってます。五号池の電柱の真ん前ですね。手前からジャッカル伊藤さん、そしてサハリカズマサハリカズマとか言ってで、岡ちゃん先生と、誰だっけあれ誰だっけあ、鈴木くん、鈴木くん、はい、名前が出てこない申し訳ない。おはい、OK、 伊藤さん OK、 今日はスタートミスると本当やばい。止まった後がまあ難しい。おばちゃん先生と鈴木くんがあそこは身内なんでね。お、鈴木くんかけた。はい、OK。 いや、ここは無理だろうな。俺さっきスタートしクソすぎたからね、ほんと。はい、さよならさよならジャッカル伊藤さんは今日2人天敵がいるって言ったな。カズマと岡ちゃん先生が多分伊藤さんのジャッカル伊藤さんの天敵っぽいです。いや、めっちゃ晴れてきちゃった。11時から雨って言ってたのに。なんかね、郡山の方というかちょっと北の方はね、雨降ってますね。でこの大田原だけはなんかめっちゃ晴れてる。めっちゃこれ空調服が欲しい。さあ今日はね、さっき配布がめっちゃ配布が豪華メンバーだったんでね、びっくりしちゃうね。今日はね、残念ながらマイスター仕様の取れなくなっちゃったあいつが負けるとはそんなこともあるんだな さあやっぱ渋いね。渋い、マジ渋い。ほい、ほい。はい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 。はいはい。ふくふく。なんだろう、あの抜け方、かかり浅いってことかな。ラスト、引っ張り上げるときに切れちゃってんで。めっちゃ川一バイト。これやばいね。やっぱこの辺釣れないってのは聞いてたけど。はい、オッケー。危ない。オッケー。ナイスキャッチ。ちょっと今動きは若かったっすよ。若者に負けてなかったっすよ。負けてなかった。多分明日筋肉痛だと思いますいやでも一本一本大事にいかないとやばいやつだなこれ。なんか一つ右が釣れてんな。なんかね、結構当日放流はムラがやっぱ出ちゃってんな今日は。おっ、ふうくんが、はい、オッケー。これは早めに先手で行かないと。おっ、岡ちゃん先生予測あんまり乱打線じゃないから。はい、オッケー。山くんが調子いいね。バンナ放流かな。まあね、
盛んなホールやってますね。やっべ、これ本当難しいわ。これさらにこのピーカンでより釣れなくなってきたんだけど。おおお、いいよ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 、ダメだよ。伊藤さんもったいないよ。でも当たりは出てるから、でもね、あれ取っとかないとこの勝負は辛いね。でまたやだな、スタートで一匹も釣れねえとかになっちゃうと。さっきほんと5分ぐらい釣れなくて、5本差ぐらいかな。まあくれたね、ドーナ1号で。魚がね、いましたよ。いる場所が分かりました、ね、俗に言うメッケタってやつだったん で他のことやってメッケたところにドーナ1号投げると、はい釣れましたみたいな、そんな流れ。あれはちょっと気持ちよかった。釣り方は平山さんの釣りをアレンジ。お、お母ちゃん先生が、はい、オッケー。魚来てるかな。ちっちゃな群れが。いやー、ここは難しいぞ。とりあえずスタートでな、6本ぐらい釣れちゃったらちょっと楽だ。何聞いた？ん？いやいやいや、釣れてないですよ。あと6本いったら超楽だな、これな。で後半2本ぐらいで抜けられるんじゃないかな。8本ぐらいで抜けられるな、これ。トップ抜けかもしれない。これも先手先手だな、間違いない。かといってね、フラ来てねえから何が釣れるか分かんないんだよな。これまで鈴木君のリトリーブがかっこいいから。しゃがんでて、しゃがんでて。さあ、行ってる時にバイトが出るか。おっと、岡ちゃん先生が手前でバイトして、どのレンジ狙ってんのか見とかねえとな。はい、オッケー。下だね、完全に落としてる。まだ巻いてないもんね。この辺は深いよね。対岸寄りが3メーター、2メーター50から3メーターぐらい。あの、壁のね、壁の手前、ちょっと離れたところが一番深いんで、キングはね。そこから、じわ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 。おお、そういう感じでね。あの二人のところが釣れてる。ってことは、俺のところまずいな。伊藤さん、釣って頑張って。あ、なんか嫌な音した。嫌な音した。嫌な音したよ。水に浸かってないんじゃないですか。
また情報サファリを出してくるから。さあとりあえず1個勝てたけど、でもここを勝ってやっぱ準決いって負けて決勝を取るとかね、そんぐらいがいいな決勝行く気がないっていうここね負けちゃうと準決審判になる。うん、もちろんもちろん。え、15分20分じゃないの、短くなったの、あれ今年から、あれ、あ、そういうことなんだ。あ、なんか今年からキングは2回戦が15分2ローテみたい、知らんかった。あれ俺一回準決行ったけど、あの時もそうだったのかな。いや最近変えたのかも、もしかしたら。おい、ナイスキャッチパパ、ナイスキャッチ15分か、ちょっと短めっすね。はい、岡ちゃん先生が、おー、カズマもダブルヒット、あ、抜けた、カズマ抜けた、はい、OK。もうハントだね、ハントね、裏黒明滅で、なんだ、07か、あ、ミスキャストか、A 級だね、A 級かグランデか。お、一部ボトムまで落としてます。俺もさっきあれボトムまで落としたんだけどな、 07、 A 級かバイトなかったな。そうね、あのインレット側は表層になんか魚いるけど、真ん中ら辺とかはあんま上目魚いない感じがするんだけど、どうなんだろう。下の方を狙うとかボトムとかね。さっき奈々ちゃんがダートマジックでちょっとハマってたんだよな、出てきたし下なんじゃないかなとは思うんだけど、誰かがピコイーグルとか巻いてくれると分かりやすいんだけどな。ほいほい、あ、やばいね、やっぱ7、8本。お、やっぱり伊藤さん得意のパニクラ DR、タッキーブラウンか、タッキーブラウン、タッキーブラウン、お、上目巻いてますね、ボトムグリグリじゃなくて。でもまあ中佐で止めて浮かしてか、なんか切れた音した、ゴリが切れてる、ゴリが切れてた。牛山くん釣るね、はい、でも牛山くんもカズマがサインライドかな。いやー、ここ難しそうだわ、やばい。いやでもね、この難しいとこ勝たないとね。お、これはペッピーノ、ペッピーノ一座、
絶対投げないじゃないですか。はい、ニュートンですね。厳しい厳しい厳しい。6 4 2 6 1 6 1。難しいね、ここ引いてた通り難しい。2トップ6 6 4 2 1とか、そんなもんなん、そんなもんなもん。だからまあ全然いける、いける。ちょいとちょいとちょいと当てれば、うん、15分しかねえじゃない。そう、短いね。これ投げればいける。これこれ、あれなんすか、クランクです。これもあんま言っちゃダメだ。一回止めます。はい、2回戦、今期から、今日からなの、今回からなのか、今期全部なのか、ちょっと定かじゃないんですが、2回戦は15-15の放流ラウンドに変わったのか。去年までは20-20だったんで、ちょっとね、時間短縮のための策かなと。で現在、おばちゃん先生からは、6、鈴木くんが4、伊藤さんが2で、カズマ1と。これやばいね、難しいとは聞いてたけど、放流ラウンド激ヤバっていうか、釣り座にもよるんだろうな。でもイン側もそんな釣れてないような。まあね、こんだけピーカンで夏だからね、ほぼほぼ今日も30度ぐらいあるんだろうから。でもね、ちょっと風出てきたからよかったです。でも風に乗ってね、雨雲が来るんだろうから。6421だけど、6421だけど、そのね、2-3本の差がこれ難しいですよ。なんかボトムとかね、トップとかなんかハマる釣りしないと。あ、カズマがね、デカ3つやってますね、今ね。さあ、中川さんがスプーンで釣ってる。いや、ただね、こう前半釣れないってことは放流魚が残ってるってことだから。でも難しいんだろうな、これな。で、相手がね、長岡さんがいるからね、長岡さんがね。長岡の野郎。長岡の野郎、竹竿の野郎。竹竿さんがいるから。あいつには俺、一回も勝ったことねえんだよな、本当に。一日に2回俺を任した時もある。本当、互角非道なやつだよ。はい、OK、 はい、OK、 OK、 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 いい、伊藤さん、 OK、 でか3つ、 OK、 さあ、どうなる、わかんない。ポチポチ釣ってきゃいいんだよね。ポチポチと。うわ、これは難しいわ、マジで。おっと、カズマのサハリが出てきたよ。リークラサハリ。さあ、前回のような釣れ方をするのか、楽しみです。横田さんとレジェンドと藤田さん、そして中川さんがね、なかなか大変そうな。やっぱこの空調服着たいな。俺も持ってくればよかったな、空調服。これ横田さんの空調服、絶対必須だな、こんだけ暑い日は。レジェンドがかけてます。いや、1回戦、まあ今日ちょっと1回戦気持ちいいまくりだったから、まあもう十分っちゃ十分なんだけど、でもね、ちょっと準決行きたいね、今日はね。年に1回ぐらい決勝行っときたいな。
こんだけね皆勤賞でキングは出てるわけだから。で8月にはチーム戦があるんでね、これ終わったら多分チーム戦のエントリーが始まると思うんで、チーム戦出たい方は、まあ多分もう明日あたりからチーム戦のあれじゃないかな、8月15だよね終戦記念日確かあるんで、また今年も榎本メンバーと出たいけど、どうだろう、組んでくれるのかな。まあ組んでくれるな、その頃にはあのロッドも来てるだろう。あ、来てね、来てるか、来月ならね、あのロッド使って、初めてねガイド交換っていうのしてるんで、それを使おう。な全然寄ってないからおっと、鈴木くんが、はい、OK、貴重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 、いやーこれはむずいね。ってことはこれで6531かな、6531、これは難しいね。魚ちょっと見えてないと、見えてる人が見えてるレンジを見えてるもので粘って投げ倒すみたいな、これでぽっちりぽっちり1本ずつ。いやーでもトモヤ釣ってんな、絶対スプーンだろうな、あいつのことだから。おい、あ、違う、デカミツか、あれ、あ、クランクじゃねえか、なんだトモヤあれ、バレた、いった、サンマディ、うん、あれだね、ミートだね、ミートね。やべ、目に汗が入ってきた。いや、これ下手したらデコるぜ。で、レジェンドが今多分デカ3つだな。お、横田さんもかかった。横田さんとレジェンドがお隣で。ああ、魚、おい横田さんがあの緑のニョロニョロを投げてるってことは相当きちいな、これな。これスプーン粘んない方が良さそうだな。これ何本目だ、わあ、おっぱい、水田さんがバラしまくってるよ。ちゃん先生は何だろう。お、カズマが。オッケー。ビャッキディクラだね。ビャッキディクラ。今日はサハリはダメそうですね。これは渋いけど、一人はめちゃえばいいんだろう。そうすりゃ余裕で逃げ切れるな。はまればね。はまらないとデコるかもしんねえ。みんなクランクかデカ3つかになってるかな。スカちゃん先生今スプーンに変えんのかな。あ、いやそんなことない。デカ3つ。おおお、父さんが。はい、オッケー。魚がね、おとなしかった。なんか死んだように止まってた。はい、2本、まだまだ分かんないけど、今回ね、15分で時間短いから、結構早め早めでいかない。おお、鈴木くんが、はい、オッケー。はい、岡ちゃん先生に並んだのかな？あの二人は身内だから。ね、身内揃って強いよ ね、レジェンド塾入ってっから強いっすよ。赤ちゃん先生は釣れてる？釣れてないか。
いやちょっと動画的にはね交流ラウンドだけどちょっと地味な絵になっちゃったな。まあしゃあない。なんだブリブリミノーかな、なんだろう。長竹さん何投げんすか。竹澤さん何投げんすか。なんか面白いことが全然思いつかないんですよ。ダメ、失格だよ。竹澤の野郎。一文字も合ってないっていう。ああ鈴木くんが大変なことになってる。ごっちゃらごっちゃになって大変なことな事件です。捨てるかな。お、岡ちゃん先生かかってる。なんだろう。イカミッツか。あ、違うか。回収だ。リクラかな。リクラだね。リクラでネチネチと狙う感じ。下の方。あれでガンガン出てくれりゃいいんだけどな。何やろうかな。スプーンは無理っぽいもんな。残り5分です。残り5分です。残り5分、残り5分。やばいね。もうなんか竹澤さんが手伝いに行った。もじゃもじゃがすごいことになってる。切っちゃった方がいいなあれね。それは大変大変。ごっちゃごちゃになって。お、あれはシマノのロッドかな。もうなんかそんな感じに見える。まさにレジェンドと同じロッド使ってんのかな。あれ何、シマノのロッド。あ、だよね。まさにレジェンド塾の熟成らしさが。でもあれいいよね。あのそこそこ張り合ってくで、そんな長くなくてさ、それで安くてさ、いいよね。いいよね。張りのあるの好きな人にはいいよね。で軽そうだもんね、おまけにね。あれいいよね、シマノのトラXリードつう。Xリード、まあこれトラキンじゃないから協賛してなくても大丈夫か。いやそんな気は使ってねえな俺。何でも言っちゃうから。俺も張りがあるロッド好きだから意外とああいうのいいんだよな。いやーなんか長岡さんがな、なんか大外ししてくれって嬉しいんだけどな、あの野郎。俺がやるんだ。俺さっきほんとさ、ほんと5分間ゼロだよ。さっきもう気絶しそうになったもん。俺だけ釣れねえ。ほんとあれ最悪だったよ、ほんとに。こういうとこ来ないと釣れなかったりしますからね。たまたま花さんとかいなくて、ああかもしれないかもしれない。自分飛び越えて取られちゃうと、もうあれって釣り方悪いんだなってなっちゃうけど、よくあることする。長岡さんの時にそれが起きますように。動画に願いを込めて。そう、長岡っていうのは長岡だか竹澤だか知らないけど。竹澤です。あ、竹澤だとちょっと合ってんだ。竹岡さんだ。タピオカみたいです。タピオカさん、竹岡さん、竹岡さんだと一文字も合ってねえんだ。合ってない。長岡と竹澤の合体したやつ。竹岡さん。もはや原型なし。
いやって釣れないからさつまんない動画になっちゃうからしょうがないからな、長岡いじりで外あんの4です2,5,6 いやきついねこれだからやっぱ伊藤さんも最初3本ぐらいねあれあのネットイン前の抜けポロリじゃない抜けがあったんであれなきゃ2着ぐらいだったのかもしれない。でも岡ちゃん先生かな鈴木くんが9本ぐらいいってるのかな。なんとも言えない。何本ですか。9、9、9、7。9、9、9。8、5かな。8、5。うん。あ4。あ惜しいんだ。惜しいんだ。あと1本。おーし1本足んねえ1本足んねえよほんとだかんねほんとだかんねおーしや最初のあれ抜けなきゃ余裕だって1本差だもん8854最初3本ぐらいバラしたもんねまあ動画に撮れてんで天敵だ天敵あれも天敵なの天敵とかじゃなくて針前俺撮ってた時も針じゃなかったでしたっけそのセッティングで今日は、うん、マジで口が硬いあ本当に俺みたいだいや嘘嘘だそれ口硬くないそれですよねですよねあ奥さんが言うから間違いね惜しいなあと1本意外と1本だったんだ2、3本あんのかなと思ったら最初バラさなければそうなそう最初3本ね3つバラしましたからね惜しかった惜しかったお疲れ様ですお疲れ様ですお疲れ様です